頭にタオル乗っけてる人、大体インド人か風呂上がりのお母さん。どうもこんばんは。今回のあるスケールも、ハードポイントっすね。何かとね、カメさん勝てないです。勝てないです。だから、チーレスに逃げてる人が多いんですよ。なんで今回は、チームレスマッチに行かなくてもね、ハードポイントで勝てる方法を紹介します。実際に今回動画撮ったんですけど、一度も負けてないです。敗北を知りたいね。無敗の男って言われてますから。で、今回紹介するのはこちら。マック10とショーティー。まあ、ショットガンですね。ちなみに今回ショーティーは一度も使っていません。で、今回のカスタム、まあ、カスタムっていうよりね、今回高性能なんですよね。というのもですね、レーザーに1ミリワット安定エムレーザーをつけて、腰ダメの性能を上げていると。もう気づいた方いると思うんですよ。今回は、ポイントの中、ポイントの帝王どうもかまるということで、特殊部隊ピッチブラックっていう、これ黒いスキンで、影とかにね、めちゃめちゃ隠れれるんですよ。はい、俺どこか探してみてくださいって言われると、俺の場所暗すぎて、背景と同化してて、どこかわかんないじゃないですか。まあだから室内とか強いスキンを使って、あとは、まあそのポイントの中を守る、ポイントの中を打開するためのロードアウトでやっています。早速やっていきましょう。レッツゴー。さあ、てな感じで早速行きましょうか。ちょっと今回ね、VC なしでやっていこうかなと思ってます。まあ、これが当たり前なんですけど、だから最近ね、VC 消しやった方がいいですよとかって言われるんですけど、じゃあ何のために VC あんねんって話ですよ。まあ、てな感じのこと置いて一旦買っちゃって、ちょっと小部屋怖いなって、小部屋おるやろ、絶対そう。まあ、レーザー見えたでしょ。レーザーいるね。で、これ、一旦上がっちゃって小部屋のやつ縛っていく。ここは、はい、近距離。この近距離強いの生かしていく。で、しっかりポイント守っていくでしょ。で、UAV 出して、ちょっと小部屋守っていける。ポイントの守護神ならの小部屋のをやってもいいが、今回ショーティーなんでね、ちょっとこれタイミング見せたらこれ死ぬかな。一旦ちょっと小部屋も持っていく。ちょっと正直ポイント取ってあげたいんで、一旦こっち回ってあげて。いやだよね、こういうことなんだよな。あれね、先にポイント取っておいてて、ポイントの中で角待ちしてしまうっていう、これなんだよな。じゃほんまにこれやめようか。個人的に結構うざいから。で、はい、オッケー。9代目死ぬでしょ。で、いやセンター怖い。センター、もうセンター、センターとかしない。もうこういうことなんですよ。ポイントでとりあえず近距離性能をご利用して守ってるから、3人目はしな、3人目は台本ないんで。で、これ多分センターから来るので一旦これ配置してる激流の使っていってあげて、これセンターから来そうなんで、オッケーオッケー。これ出しちゃダメ。で、スモーク耐えたらこいつはビビってこないんで、一旦これ配置していく。オッケー、勝っちゃっておりさん。で、頭一個してるだけ、オッケー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 。多分投げもワンチャン来るんじゃないかな。で、多分これ絶対センターから、絶対センター、絶対センター。100% センター、こじっちなが入って、これあかんね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 。ちょっと、味方と角待ちのポーズ被っちゃってる。一旦変えちゃって、センターから来るんじゃないの。何が起こってるかわかりません。で、後ろからなんかやられてるんで、こっちから来るんじゃないかね、今やったやつが。多分今これ 1V1 して体力回復してるはず。ここの角待ちはね、刺さるぜ。敵結構うざいんじゃないか。いや、これバレたから言うべ。What the fuck? 俺が何をした、俺が何をした、俺が何をした。俺が何をした、俺が何をした。オッケーオッケー。で、これスモーク耐えておいて、これ入ってきたらもう、しばっから。いや、これ多分来んねんな、スモークなんか入ってきて。で、そこにトルプラインなんだよね。さらに下打ちされるようなことをする。で、これ大事に行こう、これ大事。このシールド熱いね。このシールド熱いね。このシールド刺さってんな。ちょっと待てよ。はい、しっかり近距離縛いといて、一応ね、イコライザーね、ニアスキルなんでね。近距離で出会った時にはもう終わりよ。おる。ジャンプしながら入って。で、この時間生かしておいて、でも次、もうほっとこうとこう。いや、これブラストやな。ブラストでちょっと足が遅くなってるが、ちょっとポイントの中で語るって言ってるんで、今回ちょっとポイントって言ってほしいが、最悪取ってほしい。最悪。最悪をよろしくお願いします。はい、VC でしっかり司令塔していくのもかもです。さあ、挨拶も欠かせないと。で、ここで一旦ちょっと置きぐれしたいが、これちょっと投げも怖いね。いや、これ多分。一気にスナイパー、ナイス、ナイス取ってる、ナイス取ってる。ちょっとこれ後ろから、いや、多分後ろ取られてんな、これ。ワッと取られている。もう、そいつは詰めちゃう。一旦買っちゃって、おりさん出て。はい、腰打ちしちゃって、絶対来る。わらら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 ら。これなんだ、おらん。ポイント名、ありがとうございます。いいぞ。まだ語れる、まだ語れる。みんな、点差見てくれ。圧倒的です。俺もう守れたらほんまに、二度と視聴者にポイントに入るとは言わせない。で、今回しかもショーティーなんで、ショーティーの出番もないと。いや、ショッカーシー言ってるけど、それも知らん。ここでいい。なんか、ドローン溜まったけど知らん、俺。オッケー、ナイスナイス。熱いね。ちょっと待って。これなんか、ポイント入ってるぞ。ちょっとお前、入ってるやないか、逆報告だもんに。そっち方面は頼むか。しかもね、今回的に謎にしたい撃たれたんで、ちょっと今回あれだな。マック10で無理です。マック10で最悪は無理やから、これ、味方 LMG またはアサルトライフルの人に、取ってほしいところであるんですけども、ポイント固められているが、ドラゴンファイヤーなんだよな。ポイントの中で、あ、入ってて臨機応変。天罰ってやつだわな。一旦ちょっとポイントやっちゃって、あ、最悪も見てる。これ、アナイアか、
ちょっと穴で若干怖い。ワンチャンこいつドラゴンファイヤーだし俺に詰めてくるという可能性があるんですけども、ですがまだ油断はダメですよ。油断はダメです。ちょっと左右取られているん で、その多分レーザーついてるからやるはずで、もう一つをピシッと入って。これなんだよ、だから誰やねんお前。無免許運転。室内で車を運転するバロがおるからほんまに。で、一旦スモークでしょ、スモークでしょ。でも火炎瓶これ、どうにな。一旦ちょっとこれ外周行ってみるかしら。スッと行って、あえてポイントの中に無視したやつ。こういうことなんだよな。で、近距離性能イカス系男子。近距離性能イカス系男子。近距離性能イカス系男子。ポイントのスペシャリストって言ってるからな。俺の似合うぞ。来いよ。来いよ。全然治療科、療科、療科。さて、そろそろ次ここ行きたいんで、これ大丈夫、いやー、固められてるのが一番勝っちゃって、いやー、いいよいいよ。で、スモーク入れてエントリーしていくが、ちょっとブロックされたから、ちょっと距離詰めたいなー。戦う場所があるよ、これ。ちょっと、脇もようわからんことになってる。で、エコライザー。オッケー、オッケー。多分こっち、いいぞ。脇ハークしといて、センターなんじゃないかな。いや、多分俺が見てる方向やね。多分小部屋の方向。いいぞ、いいぞ。今日ポイントにすっごいこだわれてる。角待ちで飾る男って言われてるからな。こういうことなんだよな。俺を見つけたかったら角を見てくれ。リアルでもな。俺は現実世界でも角に持ってるからな。ゲーム内でも。まあ、ショットガンでいいんじゃねっていう声があると思うんですけれども、マックテンは簡単だよね。フルオートやから誰でもこの戦術はできる。今回勝率とんでもないよ。ほら、4連勝してるし、動画撮り始めてから今、4戦目なんですけど、敗北を知りたいね。さあ、てな感じで2試合目っていきましょうか。しかもね、今回ね、敵に見て、ほら、ボルト、エッチアンがいるんですよね。これ。これが欲しかった、俺はこのキルが。あー、バレてる。オッケー、ポイントなんかポイントなんか。これ一応ポイント入ってる。ほら、今入ってるよ。ちょっと UAV と肉やめっちゃ怖い。でも、これ左側来たら絶対勝てるんで、今回一応ね、ポイントを何が何でも固める。いや、あかんな、これ。オッケー、勝っちゃう。今の、エイム大学サッカーがね、おしっこのバラつきなんだよな、これおじいちゃん。そこら辺がね、ちょっとやっぱりその中距離弱みっていうの、中距離の弱みが出てっちゃってるんですけど、ナイスナイスナイス。これでも、もうここでいいよ、俺は一生ここでいい。もう外周は知らん。もう入ってきたやつ潰すから。ちょっとガソスタから来てるよ。オッケー。エッチじゃん。外周めっちゃ怖い。ちょっと誰かそっち見てくれんかな。あー、おるわ、これ。オッケー。来い。いやー、もうだからさ、あかんのよ、それ。みんな同じ方向見てるからね。これ、野良やったら言うて、連携ちょっと難しいっていうのはあるんですけど、ちょっとこれ、次ポの打開のためにドラゴンバイヤー取っておきたいな。絶対に2回でしょ、これ。薬臭が。で、ここ。このために俺はドラゴンファイヤー持ってる。で、多分味方が壁抜くとかしてくれるから。いや、ワンチャン、これもうポイントなんか全、もうだからお前さ、俺今ドラゴンファイヤーって言うから、お前、スーパーヒーローが変身してる時に攻撃してくるバルローがおるかほんまに。あ、エレンイエーがおったわ。で、これは、エッチじゃん。バラララ、うわーちゃっ。よし、レーザー見えとんねんほんまに。レーザーつけてんのは、お前の運の月ってやつやな。これちょっと多分下から来るぞ、絶対。下から来るぞ、絶対に。オッケー。ポイントの中を、かき乱していく、揃ったけど、いい。稼げ、ポイント。ちょっと対空してほしいっていうのがあるが、あと10秒全部いただこう。こっから行ってもやるからね。オッケー。いいぞ。これが、プロゲーマーに勝てる。プロゲーマーにも勝てる、ポイント、大作戦じゃん。100対40ね。一応ちょっと敵今、アナイアレータータイムやってるんで、あー、エッチじゃん。やるか、エッチじゃん。一緒に詰めよう。下のためいっちゃうの。ナイス。んで、あー、そこにおんのか、ダリー。やっぱこの中距離ね、今の環境 LK があるから、この LK に向かって、LK がいるポジに向かってスモークを投げるのは大事。で、これ2回、うーわ、もうダリーしかもこれ味方も気づいてねえわ。もう次ポ行こう。オッケー、強打ち。今回のね、このマック10ね、マジでポイントの中に入らんと話になんないよな。そういう構成でやってるんで、ポイントのそこでも戦えるんやったらスカルカーね。ナイス。境界は大丈夫のはず。いや、境界怖え。
もうだからお前やたおかやろ、ほんまに。どういう教育をしたらいきなり敵挨拶でコンタクトグレネードを投げるような人間になんねん。センター、オッケーオッケーオッケー。これマジでイージーすぎる。この戦術正直言ってキルでは取れないですけど、ひたすらポイントに入ってるから勝てるんよな。今回多分5連勝いってる俺。